知事岩緑は日本の法学者、元地方公務員、法学博士。専門は労働組合法、アメリカ労働法。特に不当労働行為を研究。元高岡法科大学学長。知事は助太郎の第四子として台湾台北市に生まれ、終戦後九州に移住。1951年3月らは大学学芸部附属高松中学校卒業。 1954年3月、宅間電波高等学校卒業。1956年産業農立短期、大学農立家事務農立専攻卒業。1961年東京都町民政局に入庁。1964年東京都労働委員会事務局に転属。1965年3月中央、大学法学部法律学科2部卒業。 1976年、法政大学大学院社会科学、研究科士法学専攻博士、家庭単位取得満期大学。その後、東京都労働委員会事務局主査、同審査課長、同調整課長、同文書課長などを歴任。この間、立証大学法学部、法政大学法学部、筑波大学大学院政策科学研究科の非常勤講師を務めた。 1993年から仙台法業専門学校客員講師。1996年3月東京都庁を定年退官。1996年4月仙台法業専門学校副校長同県民講師。1997年4月高岡法科大学法学部教授。1999年3月法政大学にて。 アメリカ不当労働行為審査制度の研究で法学博士塾。2003年高岡法科大学法学部長。2011年労学長に就任。2018年高岡法科大学退職。同名誉教授。公職としては富山県労働委員会公益委員を長く務めた。ありがとうございます。